こんにちは、ごまおです。本日はですね、ごまおの米国株 &ETF 成績を確認していきたいと思います。2020年7月なんですね。夢の1000万到達かということでね、こんなタイトルでお話しさせていただきたいと思います。この動画は悩める会社に付くお金の知識を伝えますごまおがお送りしていきます。自身がうつ病で休職する前後にお金に関する不安でごまおはいっぱいでした。同じような思いの方の一人でも役に立ちたいお金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。得意なことは楽天経済圏を駆使した節約術、米国株 ETF 中心の資産運用、 YouTube 発信などの副業についてですね、今回は、米国株 ETF 中心の資産運用についてお話していきたいと思います。こんな方向けの動画になっております。米国株 ETF 投資を始めようか迷っている方、どんな成績なのか見てみたい方、銘柄選択の参考にしたい方になっております。この米国株 ETF 投資の経緯はこんな感じです。2016年3月 SBI 証券のNISAで VT を初購入。2017年から高配当 ETF の VIM の魅力に気づきましたね。同時に高配当個別株を組み合わせて配当利回りを上げるっていうね、スタンスをとっております。2019年からはね、 HTV とか SPYD っていう他の高配当株 ETF の魅力にも気づいてきました。高配当を得ることで喜びを感じるタイプになっております。はい、こんな感じでね、ごまおは、米国株のね、投資をしているんですけれども、実際にこの保有している銘柄を見ながらね、資産状況も合わせて、確認していきたいと思います。 SBI 証券でね、保有しているんですけれども、まずですね、このまあ米国株式 NISA 預かりっていうのがありますね。NISA っていう口座で、アメリカ株、および、まあ、ETF ですね、を買うことができます。NISA 預かりでは、全部 ETF ですね。5種類の ETF を保有しているということになっています。この iShares Core 米国高配当株 ETF の HTV、ですね。あとは、このね、SPYD っていうね、S&P500 のうち、採用銘柄のうちの、まあ、80銘柄ね、高配当株から順にね、80銘柄をピックアップしたやつで、構成された ETF。で、あとは VT、日本人に大人気のね、これ1本で世界に投資できるっていうね、VT と、あと VTI ですね。まあ、ほとんど S&P500 みたいな感じですけど、アメリカの大企業、中企業、小企業とね、全体に投資できる、これ1本で投資できるってやつですね。で、5万が一番メインでね、持っているのが VYM ですね。これが、まあ、420銘柄ぐらいにね、分散して、かつ高配当のね、銘柄ばかりを集めたやつなんでね、配当金狙いって感じですね。この5つの銘柄の合計の今評価額っていうのが$41,606ですね。評価損益が合計でマイナス$152ということでね、まあ誤差みたいなもんですけど、まあちょっとマイナスになっちゃってるのが、まあ悲しいっちゃ悲しいですけどね、まあ最近ちょっと戻してきてますからね、まあそんな文句は言えないけどっていうところはありますね。まあ保有数量もちょっと見てみましょうか。まあ VYM が一番多いんですよね。300株持ってますね、VYM はね。で、次いで VT が、次いではこれか。SPYD ね、247株って感じですけども、今ね、1株あたりの株価が今 $28.34 とね、比較的買いやすいですね。VIM だと$81.51とかね、HTV $83.46とかなので、SPYD が一番買いやすいっちゃ買いやすいですね。はい。配当利回りはまあ一番高いんで、まあ注目っちゃ注目ですけど、ちょっと安定感はね、VYMH という株価の安定感とかですね、VYMHDV の方がまあいいかなという感じですね。配当金の維持率とかもね、ちょっと SPYD は下がった感じがあるので、VYMHDV の方がまあ、どれかを押すっていうんだったら VYMHDV の方が押すかなって感じですね。SPYD はちょっとね、最近ちょっと押しづらいっていうね、人には進めづらいっていう感じではあるかなという感じがしますね。VT とか VTR はちょっと経路は違うんでね、配当金狙いではないんですけどね。ごまおは最初 VT しかね、存在を知らなかったので、他のもちゃんと調べろって感じしますけどね。まあ、VT 見つけた時はね、これ1本で世界に投資できるなんてこれっきゃないじゃんみたいな感じでね、2016年頃はね、これ買ってましたけどね。
だからまあ結構4年ぐらい前に買ってたやつなんで、平均取得単価がね、61ドルと安いんですけど、今79ドルまで上がってるから、まあ、これに関してはプラスになってるっていう感じですね。はい、SPYD はね、ちょっとね、ここ2年ぐらいで買い始めたやつなんですけど、やっぱコロナです。ちょっと下がった影響で、ちょっと平均取得価格とかね、33ドルということでね、そんなに、ちょっとマイナスになっちゃってますけどね。これまあちょっと前までね、平均取得単価も40ドルくらい、40ドル近辺37、8ドルとかだったんで、まあだいぶ下がってきたんですよね。これもまあ毎営業日買ってるんで、だんだんね、この30ドル近くになっていくんじゃないかなという感じでね。まあ、もうちょっと長い目で見ればそんなにこういう影響も少ないんじゃないかなという気はしていますけれどもね。まあ、どうなるかっていう感じですね。続きまして、まあ、右のね、この特定預かりで持っている分を見てみましょうか。まあ、米国株は NISA 預かりと特定預かりで持っているっていう感じですね。個別株と、あとは ETF 持ってます。で、こっちはね、まあ、こっちだけ見るとちょっと調子いいですね。こっちはまあ、43,188ドルぐらい持ってると、評価額がね。だからまあ、NISA 預かりと、特定預かりとまあ、同じぐらい、大体同じぐらいの、ね、評価額になってまして、ただこっちはね、評価損益がプラスがの6,547ドルってことでね、結構プラスになってるなっていい感じですねっていうね。で、何が一番このプラスの要因になってるかって言ったらアップなんですよ。で、コマは基本的には高配当狙ってるんですけど、アップルだけは高配当狙いじゃないんですよね。20株だけ持ってるんですけど、まあ、コマはまあアップル製品好きだし、ね、まあ、多少ちょっと持っておきたいなって、まあ、なんか将来的には高配当になりそうな気がするんですよ。マイクロソフトとかみたいにね。まあ、マイクロソフトは高配当というか、まあ、ちょっと微妙ですけど、まあね、IBM とかインテルとかみたいにもなるのかななんていう淡い期待をね、今はまだ配当利回りで言うと1%ぐらいだと思いますけど、これが将来的に3%とかね、なればいいかなぐらいの感じで買ってて、1株177ドルの時に20株買ったんですけど、今もうもはやもう倍ですか。倍になっちゃいました。ほぼ倍、もうぴったり倍ぐらいか、これ。いやー、ぴったりじゃないか。倍以上ですね。になってますね。いや、すごいですね。だから、最初だから、あれだ、4000ドル以下で買ってるのに、今すでに7695ドルになってますね。40万円分ぐらい買ったつもりが、もう80万円分ぐらいの価値になってるっていう感じですね。プラス4138ドルですもんね。すごいですね。まあ、アップルはまあこのまま保有していきますかね。まあ、コロナ時代でもね、アップルは強すぎますね。まあ、ガファムはね、本当に強いので、まあ、アマゾン、グーグルも持ってた時あるんですけどね。まあ、売らなかったら、今頃ね、もっとプラスの利益になってたんでしょうね。まあ、そんなたらればいってもしょうがないっていう感じですけど。はい。あとはまあ、それ以下は、高配当狙いですけど、まあ、コカ・コーラとか、アルトリア、P&G、AD&T、あとちょっと下の方行って、ベライゾンっていうね、持ってますね。アルトリアと AT&T がちょっとマイナスになってますけどね。アルトリアは割と最近買い出して、まあ、ちょっと買いましたっていう最近ね。コラの時もちょっと買い増しましたね。40株ぐらい買い増しましたね。結構ね、配当利回りがエグかったですね。8%ぐらいになってたんで、ほらね、一番下がった時ね。その時にちょっと買いましたけど、今もね、まあ平均取得単価からしたらちょっと現在地が低いので、もうちょっと買い増してもいいかなって。なんかキリが悪いんでね、あと30株ぐらいゲットして100株にしようかなとか思ってるんですけどね。でもなんかもうちょっとね、年末にかけてもうちょっと株価下がってくるような気もするんで、その時に買えればいいかななんて気はしてるんですけど、どうでしょうね。まあ、わかんないですけどね。はい、っていう感じです。まあ、P&G はね、調子いいんですよね。今、過去最高値じゃないですか、株価。131ドルまで来てますね。これもプラス2000ドルってことでね、かなりでかいですよね。売りたくなっちゃうけどね。こんだけキャピタル得られるんだったらね。と思いますよ。コツコツね、配当金でね、潤うのか、それともこうやってね、ドカッとキャピタルね、2000ドルももらえるんだったら、とか思っちゃいますけどね。で、あとはまあ、ちょっとだけね、VTI を持ってたりとか、ね、
ここでまあ試しに買っただけっていう感じありますけどね。VIM が150株ほど持ってます。はい。これはまあだから合わせて、NISA の方と合わせて450株持ってるっていう感じですね。こっちの方は、今円換算だとマイナスになっちゃってるけどっていう感じですけど、まあこれはほぼほぼもう同じぐらいになってるかなって戻ってきたかなって感じですね。ベライザも買った時からに比べたらまあいいですね。プラス918ドルってことで、まあそんな、ちょっと、ほんのちょっとですけどね。はい。というような感じが、まず全体のゴマの資産状況ですね。7月末の。で、ちょうど1ヶ月前のね、6月末の状況どうだったかっていうと、まあ、ニーサ預かりだとマイナス1600ドルになってて、こっちの特定口座だとプラス4000ドルっていうことだったんで、まあ、やっぱり回復してますよね。うん。この152ドル、これ7月ですけど、ね。うん。回復してきてるなーっていう感じですね。ちなみに5月はこんな感じ。マイナス1200ドルの4000ドルでしょ。4月がこんな感じで、全然ね、マイナス2300ドルですよ。はい。で、一番ひどかった3月がこれ。マイナス5356ドルっていうね。で、こっちはまあプラスだ。一応プラスだけど、まあプラス1000ドルぐらいしかないということで、これ合計してマイナス4000ドル、ね、4500ドルとかかな。いや、この時ね、投げ売りとかしなくてよかったですね、本当にね。という感じです。はい。やっぱ、ポートフォリオもちょっと見てみましょうか。こんな感じになってます。VIM がね、ほとんどなんですけど、43%でもいます。で、VT がちょっとありますね。まあ、これは VT はもう買い増ししないので、うん。まあ、これは、まあ、この比率ぐらいか、まあ、もうちょっと下がっていくっていう感じになってきて。代わりに増やしてるのが SPYD と HDV ですね。HDV、今回コロナの時にね、優秀だったなっていうのを感じたんで、もうちょっと買い増していこうかなって、HDV の割合を増やしていこうかなというふうに思ってます。逆にちょっと SPYD の割合はね、積み立てる割合はちょっと減らしていこうかなという感じですね。うん、あとはやっぱコロナで強かったと思ったのが P&G とかですかね。あとアップルも強いですよね、相変わらずね。はい。でも他のやつも、まあ、KO、VZ、あと T もね、まあ別にそんなにね、まあ下がったっちゃ下がったんでしょうけど、そこまで影響はね、大きくなかったかなという感じなんで。うん、まあ、個別株もね、選び方としては、まあこういうちょっと、なんとかショックの時にも、そんなにね、めちゃくちゃ影響を受けるほどのところではなかったかなということで、まあ、銘柄選択に関しては、そんなに悪くなかったかなというね、まあ、印象ではありますね。まあ、先月から比べてみても、まあ、ちょっとあんまり変わってないけど、まあ、ちょっと P&G がちょっと増えたかな、っていう感じはしますね。うん。はい、ということになります。評価価格をちょっと一覧表にしました。2020年7月31日時点では、資産評価額の合計が9万848ドルということでね、まあ、もう1000万ぐらいはいったかなという感じですよね。はい。まあ、ちょっといかなかったかな。かける110とかしても、まあ、きりいかないぐらいですか。いったかいかないぐらいですね。はい。含み益が6000ドルってことで、まあ、すごいガッツンと増えますね。ね、先月からね、増えました。待機資金の余力も、まあ、ちょっとね、増えてますね。6000ドルぐらい持ってて。配当の再投資の実現額が、まあ、5000ドルぐらいと。今までね、5000ドル以上ももらってきたっていう感じでね。いや、本当にね、すごいっすよね。50万円ぐらいもらってますよ、もうね、ごまはね。まあ、4年ぐらい続けて50万だからね、結構いいですよね。これがね、まあ、年間で言うと今、まあ、20万から24万ぐらいもらえると思うんで、これがまあ、今後ね、まあ、増えていくと思うんで、積み立ってね、いくんで、今後も、どんどん増えていくと思いますので、それは楽しみにして生きていこうかなっていう感じです。はい。こんな感じですね。で、2020年の7月の経済状況はどうなったかっていう、ちょっとみんな直してみると、コロナ解決策もね、未だに見えないっていう状況ですよね。ワクチンもまだ開発されたとかないですからね。とはいえね、経済はね、まるでなかった、ね、何もなかったかのように戻りつつはあるんですよ。でも影響はこれから出ますよね。
これから今ね、決算とかいろいろ出てたり、日本企業もね、無牌転落した企業とかも出てきちゃったんで、まあ、倒産とかもありますしね、こういうのが覚悟していきましょう。もう今後ね、まあ、影響は、まあ、ほぼ確実に出るでしょう。年末に向けてそんなにいいニュースは多分ないと思います。なんで、その状況で5万はどうするのかというと、まあ、投資信託や、まあ、ETF も自動的に積み立てるっていうのを、まあ、やるのみですね。はい。まあ、逆に株価が下がるのを見越してね、そのうちにね、まあ、変わらずに積み立てておこうということでね、株価が安い時に多くね、仕入れられることができれば、それはそれでいいじゃないですかっていう考え方ですね。こんな感じでね、5万は米国株のお話を今後もどんどんしていきたいと思います。ぜひね、あなたの投資の参考にしていただければと思います。こういうね、電子書籍で、ETF についての本を書いてたりしますのでね、これ結構人気ですね。やっぱ Kindle ね、読みやすいですよね。自粛中にもね、外に出かけずに、電子書籍で読めるので、ぜひ読んでいただければとね、お暇な時間をね、活用していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。